トトク殿。罠にはめられたことはすでに聞いておる。孔明にしてやられたのは大都督であるこの芝居の責任だ。お二方が無事で戻られて幸いであった。さあ立たれよ。しばらくは守りを固め打って出ないことにする。トトク殿。もうよい。神のごとき孔明と知恵比べをするのは無駄というもの。それよりここは出陣せずに、奴がどう出るかお手並み拝見と行こう。司马老贼！司马老贼，速速出来交战！快快快快快！司马老贼，速速出来交战！快快快快快！司马老贼，速速出来交战！司马老贼，速速出来交战！国民を守ろう！出てきて戦え！引き上げるぞ。義援大将軍、今日はいかがでございましたか。朝から晩までいくらののしっても一人の敵も出てこ。焦ってはいけません。今日はダメでも明日があります。この義援は大将軍として戦場を駆け回り、多くの首を取り、数々の手柄を立てた。それなのに出てこぬ敵を毎日罵るだけとは、上将はなぜわしにこんなこと。まったく。せい。二軍を回復し、凶暴の手を鎮めた君の功績は大なり。今天下乱れ、元凶なおも治せられず、君国家の重責を担えども、久しく自らを低きに置くは君の大功を高揚するにあらず。今君を上将に服すゆえ、決して辞するなかれ。私まだ役目を果たしてはおりませぬゆえ、上将に服すなどお受けできません。それはいけません。お受けせねば天使のお心に背き、将兵の期待にも背くことになります。さあ、体大丈夫ですか。いや、胸が苦しく、その上めまいもするのです。上将、くれぐれもご自愛なされ。芝居が出てこずとも焦ってはなりませぬぞ。我が方は遠路を行軍してきておる。持久戦は絶対的な不利になる。ああ。都へ戻られたら、こうお伝えください。孔明、必ず芝居を。
おびき出すゆえ天使はご心配なさいますがと、孔明が引き上げました。引き上げた？トトク殿、引き上げたか。軽々しく動いてはならん。これは敵の兵糧が尽きたからでしょう。追い打ちをかけましょう。待て、昨年食は豊作で